シャロシンナローチャンネルの真島です。こんにちは。シャロシ試験の合格者の発表がありました。今日はその報告ということなんですけどもね、もう発表がされちゃった以上は今更私ができることは何一つないわけでありまして、したがって今日の動画はただただ報告するだけの動画ってことになってしまわざるを得ないわけなんですけどもね。ただまあね、シャロシになろうなんてチャンネルやってる以上、この日を避けて通ることもできないので、そういうわけでカメラに向かっております。まあまず報告からいきましょうか。合格率が 5.3%。昨年が 7.9% なので、だいぶ下がったね。低いね。ってことですよね。この低いからくりなんですけども、それがこの合格基準の中にありまして、選択式が総得点27点以上、かつ各科目3点以上、択一式が総得点44点以上、かつ各科目4点以上。ということで、救済が一切ない。トータル点はね、いいとして、救済が、選択式、択一式、ともに、一つもない。というわけでね。これもしも選択式の社一で2点救済やってたら、合格率がだいぶ上がったろうとは思います。そこを、まあ、どうしようかということで、結果的に、救済しなかった。なので、5.3% という低い合格率になってしまった。ということだと思います。まあ、総得点とそれから救済が一切ないっていうことね。まあ、選択択一両方そうなんですけども、これまあ私がね、予想した動画が出てるわけなんですけど、まあ、ほぼほぼ的中ということですよね。うん。ただ、なんというか、予想が当たって、なんかこんなにこう気持ちが乗らないっていうこともなかなか世の中ないんじゃないかなというふうに思うわけでありまして、例えば私やらないけど競馬だったら自分の予想が当たったらものすごく嬉しいわけでしょ。いっぱいお金儲かるしね。まあそんなことだと思うんですけど、このシャロシ試験の合格基準については予想がまあ、救済ないだろうって私確かに言った。言ったっていうか、まあ、そう思ったし、確信を持って言いましたよ、それはね。うん。とはいえどもね、特にやっぱり社一のね、二点救済を待ってるって方が、いろいろその後聞くと非常に多いってことなんで、救済ないと私確かに予想したけど、救済あってほしかった。ものすごくあってほしかった。ですね。うん。だから気持ちが乗らないわけですよ。いやいや、もちろんごめんなさいね。合格された方がいらっしゃるわけで、合格された方はもう本当に良かった。本当におめでとうございます。苦労がね、報われたわけなので、もしかしたらもう人生最良の日。これまでの人生でね。で、これからの人生は、社労士って資格を生かして、もっともっといい日をいっぱい作っていってほしいなと思うんですけどもね。少なくとも、人生の中でとてもいい日の一つであることは間違いないわけですよ。それはもちろんそう。そうなんだけどね。とはいえども、一方でね、だから、まあ、なんて言うんでしょうか、こう、点数がもう全然足んなかったって方は、まあ、しょうがなかったわけですけどもね。そうじゃなくて、全体的な実力ってことで言うと、もう完全に合格レベルにあるよ。ひたしたら合格レベルよりずっと上だよ。そういう方が、選択式のたった1点。今年で言えば特に社一ですよね。社一で、ただ1点足りない。それだけで涙を飲まざるを得ないっていうね。いや、まだ3点以上取った方はもちろんいらっしゃる。だから受かってる方がね、いるわけなんで、
3点取れなかったのが悪いと、いや、まあ、それはそうですよ。それはそう、おっしゃる通りで、それについて私も異論はありませんよ。異論はないけど、そういう理屈で片付けられる問題じゃないじゃないですか、こういうのって。試験っていうものはね、受かるか、落ちるか、丸か罰か、しかない。で、その丸か罰かに、のその境目を、境界線を引かざるを得ないわけですよね。だから、1点で涙を飲む。ってことは、まあ、ある意味どうしようもない話。これは。どうにもならないことなわけですよ。でも、どうにもならないことなんだけど、また一方で、そこで丸になるか罰になるかで、ひたしたら人生すら変わってしまう。それほどに大きな境界線、分岐点なわけじゃないですか。うん。だからこう、毎年ね、この今日という日は、すごく複雑な心境なんですよ。一年で一番嬉しい日なんですよ、当然ね。頑張った方々が合格されたっていうのは、もう最高の日ですよ。それは。私は自分のことではもちろんないんだけれども、まあね、こういう仕事やってる以上がですね、自分のことのように、それは嬉しいですよ。うん。本当に嬉しい。これからも頑張ってほしい。できればこの社労士という資格を生かしてね、この社労士業界で実力を発揮してほしいっていうふうに強く思いますよ。それはね。でも一方で、やっぱりね、残念だった方いらっしゃるわけなんで、となるとね、手放して喜べないし、ものすごくこう、暗淡たるというか、陰鬱たるね、こう気分にもなるということで、だから心の中にものすごく嬉しいっていうのと、すごく残念っていうね、両極端の気持ちが同居するっていうですね、非常にこう、なんていうんですかね、複雑極まりない心境なわけです。うん。と、まあそんなことを言ってみても、これまあ仕方がない話なわけで、じゃあ残念だった方はね、まあ、今私なんかが何を言ったところで、多分、もちろん心に響かないだろうし、あまり意味はないのかなとも思うんですけど、負けないでほしい。うん。負けないでほしい。こんなことに負けないでほしいと思う。まあ、人生いろんなことがあってね。私もこの年まで生きてると、人生うまくいかなかったこともいっぱいありますよ。いっぱいありますよ。大学受験だってうまくいかなくて、大学入るの3年もかかった人間だし、大学出る時も、やっぱ3年ブランクがあると、大企業はもう取ってくれなくて、結局三流企業に潜り込むしかなかったわけだし、そして20代の間は、本当にもう日々嫌で嫌でしょうがなくて2回も転職したわけだし、そんなわけで、うまくいかなかったこといっぱいあるんですよ。負けそうになったこともいっぱいあるんですけどね。でもなんとかかんとか負けないで、今日まで生きてきた。そしたらいいこともいっぱいあったんでね。そういうことなので、今はものすごく辛いと思います。本当にね。本当に辛いと思う。うん。気持ちわかるなって、ああいうようなことも言っちゃいけないことも分かっていて、あなたの今の辛い気持ちは本当にわかるのはあなただけだとも思います。でもとにかくだから私が言えること、言いたいことは、負けないでほしい。それだけ。ですね。はい。うん。来年も頑張るって方には、講座、用意してありますのでね。絶対お役に立てますので、できればご検討いただければと思います。そういうわけで、今日は、社労士試験合格発表に関するご報告でありました。以上です。ありがとうございました。